ラオス人民民主共和国主席は、ラオス人民民主共和国の元首。略称、国家主席。英語表記が、プレジデント・オブ・ザ・ラオ・ピープルズ・デモクラティック・リパブリックで、あることから大統領と呼ばれることも多い。1975年12月1日から12月2日にかけて開催された、全国人民代表者大会において、ラオスは王政を廃止し、 ラオス人民民主共和国の建国が宣言された。同大会の決議により国家主席職が設置され国家元首と規定された。初代国家主席にはネオラオハクサーとの議長でラオス人民革命党政治局員のスパーヌーンが就任した。国家主席は元首としてラオス人民民主共和国を代表するが具体的な行政は首相が執行する。また、 ラオスはラオス人民革命党による一党、独裁体制をとっているため、人民革命党の党首である、初期長が事実上のラオスの最高指導者となる。ゆえに建国当初の国家主席は、儀礼的、名誉職的な存在であり、国家の最高権力者は、当初期長兼首相のカイソンポムイハーンであった。1991年に、同国発の憲法が制定されたことにより、 具体的な行政を首相が執行する状況は変わらないものの国家主席の権能が強化されて政治的な実権を有するようになると党議長の改装ポムイハーンが国家主席を兼任した。改装音が1992年に死去すると一時期は党議長と国家主席は分離したものの改装の後を継いで党議長に就任していた。 カムタイシーパンドーンが1998年に国家主席を兼任して以降、ラオス人民革命党の最高指導者が国家主席を兼任して党、国家、軍の三権を集中させている。2003年の改正憲法によれば国家主席は国民議会常務委員会の提言に基づき国民議会において選任を及び解任される。国家主席の選出には 国民議会の出席議員の3分の2以上の議決が必要である。任期については、建国当初、名分の規定はなかったが、1991年憲法の第54条により任期は5年とされた。2003年の改正憲法第66条では、国民議会の存続期間と同一と規定されている。現行の2003年改正憲法における国家主席の職権は、 以下の通り、憲法及び法律を交付する。国民議会常務委員会の提言に基づき、国家主席令及び国家主席布告を発布する。首相の選任、または解任を国民議会に提案する。国民議会の決議に基づき、首相及び大臣の任免、移動を行う。最高人民裁判所長官の提言に基づき、 最高人民裁判所副長官の任命を行う。最高人民検察院長官の提言に基づき、最高人民検察院副長官の任命を行う。首相の提言に基づき、各県の知事及び各市の市長を任命する。ラオス人民軍の長を務める。首相の提言に基づき、軍及び治安部隊の長の昇格、または降格を決定する。 必要に応じて政府会議の議長を務める。国家黄金勲章、功績勲章、勝利勲章及び国家最高名誉称号の授与を決定する。恩社を与える。総動員令もしくは部分動員令を発令し、全国もしくは一部地域の非常事態を宣言する。外国との条約、協定の批准、または破棄を交付する。ラオス人民民主共和国の 外国駐在全権代表者の任命及び召喚を行い、外国の全権代表者を切除する。法律案を国民議会に提案する。国民議会が採択した法律について、採択後30日以内であれば、法律の再審議を国民議会に求めることができる。国家主席を補佐する官職として、1996年に設置。 国家主席から委任された職務を執行する。国家主席を書くときは国家主席代理となる。なお、国家副主席は国民議会において出席議員の過半数の賛成により選任される。上等、52ページ、92ページ。ボーラペット、58ページ。1991年の第5回党大会で初期長及び初期局が廃止され。 最高職として新たに、闘技朝職が設置された。2006年の第8回党大会で、闘技朝職が廃止され、再び初期長及び初期局が設置された。上等、52ページ。青山21、214-226ページ書集。資料、ラオス人民民主共和国憲法、2003年憲法改正時に追加。2003年憲法改正時に追加。 ただし、国民議会が従前の議決を維持したときは、15日以内にその法律を交付しなければならない。在任中に死去。ありがとうございます。